Hey, what's up, guys? It's Kazuto here, and we are back. You know, it's been like 2 months, or I don't know, 1 month. I don't even remember when the last time I played Sora Online again, because, you know, on the December, I got a lot of cyberpunk video that I need to record because it's a special week. And today we are back to Sora Online. So yeah, with my new 3 models that I've been, you know, been waiting for. And I think this week or next week there will be a change in my 3 models. It will become maybe version 1.1 or 1 or 2. I don't know. Maybe it's it's version 2, because me and Iki friend, actually, we've been working together to make the 2D models come to life, and he right now in the process of making it. So yeah, I'm waiting for the new 2D models, you know, the Kazuto version 2. Yeah. So let's go. New map. It's been 2 months. Yeah. And I checked the map before. I come here. And that's a lot of side quests. Oh man. I don't know, I might be, you know, doing the... Alright, so I might be doing stream for the side quest. I don't know yet, because there's so many side quests now. I forgot the button again, what is it?魔獣が出て、この兵数人で迎え撃ったが、我らではどうにもならず、隣の村のこの兵を救援に呼びに行こうとしていたところだ。キリト君、私たちで助けてあげない。そうよね。行方不明事件も気になるけど、このまま放っておくわけにもいかないし。ああ、そうだな。アリスにディソルバート、いいか。 ええ、もちろんです。行きましょう。構わぬ。キリト、行くぞ。お、いきなり You're going to fight a beast? It's just this beast. But it seems like tank. Oh, forgot about that. I almost forgot how to dodge, you know. I almost forgot about the dodge. どうにかなったか? この地帯でもカラントが多く生えているようだな。ここのこの絵兵は比較的勤勉なようだが。 それでも討伐をこなしきれていないということは、やはり。メディナ。いや、なんでもない。みんな、お疲れ様。それじゃ、また村を目指して歩こうか。皆さんは先に行ってください。どうしてだ?いえ、ここにもこのような魔獣がいるということは、他の村にも被害が波及する可能性があります。 アリス、もしかしてセルカたちやルーリットの村が心配なのか? ですので、魔獣の討伐を行ってから私は村に向かいます。 我も行く。 デュソルバート殿も来てくださるのですか? うん。それじゃ、俺も魔獣の討伐に行くよ。カラントを切れる代表として、結構この辺り広いしさ。数人ずつに分かれて魔獣を倒しながら村を目指した方が効率いいだろ。 そうだね。じゃあ、僕もキリトと行くよ。
わかった。私たちもこの辺りの魔獣を討伐するわ。明暗ね。村に先に行って待っておくより直近の問題をみんなでとっとと片付けた方が良さそうだわ。よし、じゃあ師匠たちよりすっごい魔獣倒しちゃうからね。お手柄をあげて聖騎士になります。勝手な行動は許さんぞ。はいはい、わかってるって。師匠は心配性だもんね。そういうわけでは。心配じゃないんですか？心配だ。了解、気をつけるから大丈夫だってば。何か釈然としないものを感じるやりとりだ。よし、それじゃあ行くか。では皆さん、そしてデュスルバート殿、よろしくお願いいたします。On the clamp. On it. Alright. 突然ですな。おお。ああ。Wait. Oh. Some friend. We got some friend here. Thank you.Now we just need to cut this calamity plant. Wait, hold on. Why is just three of us? Where's the other? Hello? What? What? Why it's become Yu-Gi-Oh and Medina only? Why?Why you do this to me? But it's okay. I can do this. Oh, I forgot about that. Yoshi, こんなもんか。そうだね。村に向かって、そこでみんなと合流しようか。あ、アリスたちもおそらく片付けられただろうし。デュスルバート殿、ありがとうございました。この一帯の討伐は完了しましたし、行きましょう。うん。アリス殿、何かあったのか？何かとは？普段勝ち気なものが心に迷いがあるときに見せる表情は共通している。迷い、そうですね。迷いならば少々ありました。しかし騎士たる者が進むべき道を進まず悩むことは道に反することです。今後はそのようなことがないよう気をつけたいと思います。我は決して咎めたのではない。アリス殿が心配であっただけだ。どうされた？申し訳ありません。以前のデュスルバート殿と少し変わられた気がして、つい。キリトという剣士が言ったのだ。本心を言わなければならぬ時もあると。非常に不本意極まりないが、我は少々影響を受けてしまったのかもしれん。なるほど。本当に彼は破天荒で人の心を揺るがす困り者です。だが特に悪いこともない。本音を口にした結果、厄介な弟子が二人できてしまったが。リネルとフィゼル。勝ち気なものとはフィゼルのことですね。近頃の二人はデュソルバート殿にすっかり懐いているようにお見受けします。いや違う、先ほど思い出したのはデュソルバート殿。あれはいつも眠る我を揺り起こしてくれた手の持ち主だ。我と同じ指輪をつけていた。デュソルバート殿にも失った記憶の残滓が存在する。まるで私にとってのセルカと同じ。それはきっとシンセサイズの秘技の際に奪われた記憶の中にある大切なもの。デュソルバート殿はその手の持ち主を懐かしく思われることがありますか？ああ、会いたいとその手の持ち主について
知りたいと思うことはあるのですか？わからぬ。ただ我はあの手に再び触れることはかなわない。おそらくもう二度と守ることはできはしない。失ったものを取り戻すことはできぬからだ。我はあの記憶についてそれ以上思い出すことはできぬが、その事実だけは理解できる。この手で守ることができない何かに対し思いを馳せることは感傷的になるだけでいい結果にはならない。ええ、そうかもしれませんね。余計な話をしてしまった、すまぬ。そんなことはありません。気遣っていただきありがとうございます。いや、アリス殿が検証であるならばよいのだ。それでは行こう。お、任せろ。レッツゴー。オーライト。お疲れ様。It says、hold on. All right. Let's go to the village again. And I'm sorry if I'm, if you hear me blurb or if you hear a fart. I'm sorry, dude, because actually I'm a bit sluggish today. Actually, from tomorrow, I mean not tomorrow, I mean from yesterday. My parents say it's a cold.But I don't know, man. Well, we clear it. Ah, Oni-chan. Yo, お待たせ。ちょうど私たちも今着いたところよ。一応通りがかったところにいた魔獣はみんな討伐したわ。キリト君、お疲れ様。アスナもな。アスナったらバーサクヒーラーっぷり発揮してくれてすごかったのよ。もうさすがアスナ。ちょっとリズ、恥ずかしいじゃない。ねえねえ師匠、稽古つけてよ。さっき魔獣と戦ったんだけど手強いやつがいてさ。次の動きが決まり時間ができればな。遊びに来たのではないのだぞ。はい、師匠。手っ取り早く聖騎士になれるような指導してって頼んだのに。その要求自体が理不尽なものだとなぜ気づいてくれないのだ。師匠、二人の連携で強い魔獣を倒したのでご褒美を要求します。お前たちは師弟関係という概念を根本的に間違って捉えているようだ。よし、それじゃあ村で情報を集めよう。ああ、そうだな。一体どうして。Oh, there's nobody around. それで It's really like a ghost town, you know.Yep, there's nobody around. Hello? If I can... Oh, there's one. It's a fisherman. It's a fisherman. Okay. So, back to the topic. Alright, so my parents say it's a cold, but I don't know. It's like I've been blurping all day yesterday. And I've been like going to the bathroom all day.And if I'm counting right, I know we need to go there, but I want to see what's there. So this is where we live. Yeah, we came. Oh, hello. I think I've been going to the bathroom like 10 times yesterday. こいつか。 And 行こうか。 Today I feel like, I don't know, I'm sluggish, that's what you call. You know, I've been a bit, like a bit tired. Whoa, I don't like that. What's that? What's that?
Oh, what? Got away? Yeah, we should head back. No, how did he get away? Excuse me. Got any information? Hmm. Yeah, I know you're a bit scared. It's a bit of Dan. Attempt to hunt it, but it always managed to get away. It's because whenever I try to hit it, you know. I think it's guarding. Is that like guarding? I don't know, because if I remember the last time I fought something like that monster, that guarding style is kind of like when you trigger like a condition. If it's like a magic attack, or it's like a sword skill attack, it will be counter attacking us. That's what I remember, and that's why sometimes I'm not hitting it. I'm not hitting it. Hold on, is this the right way? Yeah, I'm not hitting it because I thought it will be like if I'm using the sword skill or something like this, you know, I'm kind of forgot what this is called again. So it will trigger like a counter attacking, something like that. Wait, where's the beast? Ah, there you are. Oh, now he has a friend. He or a she, I don't know. Maybe it's a she. Look, there you go. Oh no, that's the wrong button to dodge. Dang it. One died. He died. And just this one. There, sacred air. Oh, bait them into countering with sacred air. Axe. Okay. So it will. That will trigger some. There. Something like counter attacking. Attack now. So I need to bait him to use the counter attack. Wait, he died? That's fast. I didn't even know he died. Or she died. Well, that's done. That's quick. Yep. It's done. Sukarisama. Ore tachi wa majuu no toubatsu o oeta koto wo mura no juumin ni tsutaeta. Juumin tachi wa rei no majuu ga inaku nari, anshin shita you da. Tozasarete ita iie-ie no tobira wa hirakarete itta. Arigato. No. It's okay. It's our job. そして俺たちは再びいなくなった子供たちの情報収集に戻ることとなった。ねえ、ほらあそこ何か騒いでいるみたい。揉めているのかしら。とりあえず行ってみましょう。一体何の騒ぎですか？ああ、何人かの村人が近衛兵と揉めていてね。近衛兵と？どうしてです？あんたらは知らなさそうだな。
最近村の子供たちが何人か行方不明になったんだ。行方不明？対策本部で聞いた事件と関係があるかもしれないよ。ああ、そうだな。では、この衛兵の捜索でも子供が見つからないからあのような騒ぎになっていると。いや、騒ぎの理由は少し違うんだ。実は行方不明の子供を探してくれるようこの衛兵には再三頼んだんだが、彼らは一向に応じてくれなくてね。業を煮やした村人がこの衛兵に詰め寄っているのさ。なぜこの衛兵は村人の求めに応じないのでしょうか。わからないけど、騒ぎがこれ以上広がる前に止めよう。たかだか平民風情が我々の職務を理解しているのか。それはもちろん分かっています。ですが、魔獣がうろつく状況の中で村の外で子供たちを探すなど私たちには困難なのです。何度言われようと無駄だ。我々に暇などないのだ。失礼ですが、その辺で言い争いをやめてはいかがですか。ん？貴様何者だ。私は宗剣士として魔獣退治に協力しているものです。事情は聞きました。なぜ子供の捜索に対応しないのですか。迷子になった子供の捜索などしつけを怠った親の仕事だ。我々には何の責任もない。いなくなった子供たちの中には一人で村の外に出られないような子もいました。もしかしたら魔獣の仕業かもしれません。魔獣の仕業だと？自分たちの行動を顧みず我々この衛兵の職務怠慢だと言い張るつもりか。いえ、決してそんなことは。付き合ってられんな。我々の責任ある職務を侮蔑する者に傾ける耳などない。そのようなことが許されるなど。なんだ、何か用か。いえ。あまりにひどい。このような者たちに北帝国が守れるというのか。メディナ。メディナだと？もしお前オルティナノスケの小娘か。なぜ私を知っている。我が弟は修剣学院に通っていてな。何でもオルティナノスケのメディナという小娘が我が弟を差し置いて生意気にも上級修剣士になったというではないか。欠陥品が所詮不正でも行いのし上がったのだろうが非常に不愉快でな。貴様の名は一度聞いたきり忘れなかった。こんな場所に一体何をしに来たというのだ。オルティナノスケのものと同じ空気を吸うなど耐えられん。私は今の発言を訂正してください。アリス様、メディナ殿は正当な手段で上級修剣士になられたのです。そうだぞ、俺は試験を見ていた。不正なんてメディナはやっていない。なんだと、小賢しい学生どもが。なんならここで切り捨ててやるぞ。ここでは人の邪魔になります。立ち会いならば場所を変えてお受けしますが、どうしますか。何？おや、まさか学生相手に敗北するかもしれないとお思いなのですか。そんなわけはなかろう。私は多忙ゆえ相手をしている暇がないのだ。まあいい、今回だけは見逃してやる。私の寛大さに感謝することだな。アリス、メディナ、大丈夫か。おそらく以前の自分なら聖豪騎士であることを理由に躊躇なくあの者を処罰していたでしょう。しかしそれでは貴族としての地位を盾に村人を愚弄したあの者と同じになってしまう。アリス様、ありがとうございます。当然のことです。大切な仲間を愚弄されるなど許せませんから。仲間？それはそうと、キリト、カラントの捜索が滞ってしまうかもしれませんが。なあ、俺も同じことを考えていたよ。子供たちを探すんだろ。心配しなくても、
みんなアリスと同じように考えているはずさ。はい。あの、なんでしょうか。子供たちは私たちで探します。本当ですか。しかしあなた方も魔獣退治という仕事が。そんなことはどうでもいいですから、早く探しに行ってあげないと。どっちにしろカラントを探すためには村の近くを捜索する必要があるし、問題ないわよね。そうです、私たちでやりましょう。ありがとうございます。早速力を貸してくれる方々がいらしたと他の者たちに伝えてきます。ありがとうございます、みんな。それじゃあまずは村の人たちに話を聞きに行こうか。